を改善しようと思って、まあ、入りました。あのフィファランキング5位、世界の強敵ベルギー相手にプレーしてみてどんなこと感じました？やっぱり個の能力が高いんで、まあ1対1のところでもうちょいこうあのしっかりと戦えれば良かったかなというふうに思います。通用した部分というのもあったと思うんですが、そのあたりに関していかがですか？まあ、あの相手がまだこう準備でききれてない時に自分たちから前半ハイプレッシャー行って、まあ、何度かこう奪ってチャンスがあったんで、そこの部分で決めきれればよかったです。次に向けての意気込みというのを聞かせてください。次まあ東アジアもありますけど、代表としてこう集まるのが次の3月になるんで、まあ、しっかりとそれまでにこう全員で成長して、もっといい状態で集まれればいいかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。